モアモアチャンネル。モアモア。はい、皆さんこんにちは、モアモアチャンネルです。本日の動画はですね、久しぶりに熊の実水槽にお魚さん追加でございます。昨日ね、ホームセンター行った時にちょっと以前ね、ちょっといいなと思っていた魚がたまたま入っていたので、お迎えすることにしました。その入会のね、様子をご覧いただこうと思います。モアモアチャンネル。はい、こちらがお迎えしたお魚さんなんですけれども、わかるでしょうか、こちらのお魚、ライムラスでございます。黄緑色のね、体の色をしたこのライムラス、以前ね、本水槽でイエローコリスを飼育していたことがあるんですけれども、イエローコリスと同じように砂の中に潜って寝るお魚でございます。翌朝どこかと探しておりましたら、こんなところに、まさか。はい、無事砂の中から出てね、起きてくれました。今ね、これ、起きた直後の映像なんで、寝ぼけた感じがしますけれども、めちゃめちゃ可愛いですね。はい、ライムラスさん、岩の下に隠れてしまいました。キョロキョロしながらね、結構警戒してますね。めちゃめちゃ様子を伺っている感じでございます。ライムラスはですね、調べたところ、全長がね、20センチくらいになるらしく、でもね、こう水槽での一般飼育だと大体10センチぐらいまでは成長するそうですね。水温は25度前後が適しているそうです。あとですね、どの魚にも言えるんですけれども、びっくりした時にね、ベラさん勢いよく飛び出しちゃったりすることもあるので、蓋はしておいた方がいいと思います。うちのね、この熊の実水槽もね、蓋の方がちょっと半分サイズのね、小さい蓋しかつけてないので、ちょっとね、そこを改良してね、きっちり蓋しようと思います。で、このライムラスさん、結構ね、いろんな魚との混泳も可能だそうですがね、体調が大きくなると気が強くなるらしいです。あとね、この小さいうちとかね、結構驚かし気味なね、ボスみたいな魚がいるとびっくりしてね、砂の中に隠れたまま、そのまま出てこれないこともあるので、ちょっとそこは要注意ですね。それと、甲殻類とのね、飼育は注意が必要だそうです。クリーニングをしないタイプのエビさんなどはね、ライムラスのご馳走になってしまう可能性があるらしいです。まあ、この熊の実水槽にはエビがね、今入っていないので大丈夫かなと思います。本水槽に入れたとしても結構大きめのね、乙姫エビしかいないので、まあ、どちらでも飼育できますかね、私の水槽の環境だと。はい、そんな感じでございます。チャンネル登録よろしく。はい、ということでね、本日は久々のお魚導入動画でございましたが、熊の実水槽にね、ほんと久々に新しいお仲間をお迎えいたしました。ラスをね、入れてから、なぜだか二色カエルウオちゃんがね、結構活発に泳ぎ回るようになっております。仲間が増えたのがちょっとあれなんですかね、いいのか悪いのか、
特にね、威嚇するような行動はどの魚にも見られないんですけれども、二色カエルちゃん結構泳ぎ回ってね、出てきてくれるようになったというか、こう私的にはね、久々にねじっくりカエルウオが見れてね嬉しいんですが、どういう心境なんでしょうか。はい、ラスちゃんはね今ね隠れてしまって、また見えないところにいるんだと思います。はい、ということで熊の海水槽のねサンゴたちをちょっとご覧いただいて、本日は終わりにしたいかなと思います。あのね、追ってまたね、ライムラスの姿をね動画にできたらいいなと思います。結構ねやっぱ潜っちゃったりね隠れちゃったりするので、まだまだね不安なんですけれども、でも餌をねあげるときにね一応反応はちゃんとしてくれている様子が見られたので、ちょっとね今後要観察でちゃんとご飯を食べれているのかも含め観察していきたいと思います。ちなみにですね、この熊の海水槽で長い間戦っておりましたネバネバゴケの方はね、もうすっかり消えてね、サンゴにも絡みつくこともなくなり、今ね、もりもり元気でございます。本当結構数ヶ月かかってね、長かったんですけれども、なんとかネバネバゴケもね、消えて綺麗になりました。はい、ということでね、本日はこの辺で終わりにしたいかなと思います。まだね、この熊の海水槽、結構気性の荒いね、熊の海だったりもいるので、ライムラスの方は要観察で、じっくり見ていこうと思います。はい、それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエストを何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。